ビクトリア州はオーストラリア連邦の南東部に位置する州。面積は大陸部の州の中で最小であるが、人口は約580万人と、人口密度は同国で比較的高い。州都はメルボルン。州人口の70%はメルボルン地域に集中する。1八百三年、最初の流刑植民団がメルボルン付近のポートフィリップ湾に入植し、 わずか7ヶ月で崩壊した。20数年後に再び入植が行われ、ニューサウスウェールズ流刑植民地政府の管理下に置かれた。1851年にバラーラットで近郊が発見されゴールドラッシュが生じ、人口が急激に増加したため、同年、ビクトリア植民地政府が成立した。ビクトリアの名称は、1851年の 植民地政府成立時に在位していた女王ビクトリアに、ちなむ。ゴールドラッシュにより、1950年代だけでも3万人を超える中国人労働者がビクトリア州に上陸。人口バランスが崩れることを恐れた植民地政府は上陸税を課すなど制限を加えたが、イギリス出身者を中心とした国家運営を目指す政府との圧力は増し、 後の白豪主義への伏線の一つとなった。1901年オーストラリア連邦成立に、伴い州となり、連邦州とキャンベラが選定、建設中、当時オーストラリア最大の都市であったメルボルンに一時的に、首都が置かれたこともある。2018年、中国が提唱する、一帯一路構想に州として三角。 中国との間で協定を締結した。この協定は2021年、合中関係が悪化する中で、オーストラリア政府が破棄を発表している。州北部で宗教のマレー川を挟んで、ニューサウスウェールズ州と西部で南オーストラリア州と接する。東南部はタスマン海に面し、南部はバス海峡を隔ててタスマニア島を望む。西南部は 南氷用に面する。気候は温帯性。標準時はオーストラリア東部標準時を採用している。また夏時間を10月の第1日曜日早朝から翌年4月の第1日曜日早朝まで採用している。ビクトリア州は次の旧の地域圏からなる。地域圏単位の行政権はなく区分の便宜上用いられる。 広域メルボルン・ヴィクトリア西部地方中央高地、ゴールドフィールズ・グルバーン・バレー・ヴィクトリア北東部地方、ジップスランド地方西ジップスランド・ウィメラ地方ザ、マリー地方人口の比較州内の鉄道は、南オーストラリア州と同じ後期で整備されたが、メルボルンのサザンクロス駅から、ニューサウスウェールズ州に向かう路線だけは、標準期に改め期されている。詳細は、 エデュケーションインビクトリアを参照オーストラリアのビクトリア州の教育は州政府の一部である教育訓練省が監督しており教育の実施に関する政策と計画の助言を提供することを目的としている。同省は教育省と児童・幼児開発省の2つの州大臣のアドバイザーを務めている。ビクトリア州の教育は初等教育、中等教育、 高等教育の3層構造である。ビクトリア州では6歳から17歳までは学校教育が義務付けられている。近年では4分の3以上の学生が中等教育終了時に18歳まで学校に泊まることが報告されている。ビクトリア州の生徒の約3分の2が公立学校で教育を受けており、残りの3分の1は 独立学校で教育を受けており、その割合はオーストラリアの多くの地域で増加している。公立学校の17歳までの教育は無料であるが、留学生や入学年の1月1日時点で100歳以上の学生には適用されない。独立系の学校では宗教系、世俗系を問わず学費が徴収され、連邦政府と州政府からの補助金を受けている。 公立の初等、中等教育機関は無料であるが、35%の生徒が私立学校に通っている。私立校はカトリック系が最も多く、その他は独立系である。政府系か独立系かにかかわらず、学校は同じカリキュラムのフレームワークに従うことが義務付けられている。すべての政府系学校の教育は世俗的なものでなければならず、 特定の宗教的監修、宗派、宗派を推進してはならないが、政府系学校でも独立系学校でも、ほとんどの学生は、通常、制服を着用する。義務教育後の教育は、学校、職業教育訓練、高等教育部門の国家資格を統一したシステムであるオーストラリア資格フレームワークの中で規制されている。ビクトリア州の学年は、通常、 初等、中等教育機関及びタフカレッジでは1月下旬から12月中旬まで、大学では2月下旬から11月中旬までとなっている。ビクトリア州の学校は4学期制で、祝日は休校となる。大学は英連邦の祝日となっている。医療、健康に関連した大学医学、私学、健康科学の学部がある。医師、科医師、看護師、 理学療法士、言語聴覚士、指能訓練士、心理士、ソーシャルワーカーといった医療従事者を目指すためのコースが存在する。看護、健康、心理学の学部がある。看護師、臨床心理士、理学療法士、作業療法士といった医療従事者を目指すコースや生物医学、ヘルスプロモーションといった分野を学ぶコースが存在する。健康、 生物医学の学部がある。生物医学、健康科学、公衆衛生、看護、助産、栄養、理学療法、言語聴覚、心理学、社会福祉、マッサージ、オステオパシー、美容といった分野を学ぶコースが存在する。ビクトリアタフコース五千二百二十点0オーストラリアンナショナルアカウンズ、ステートアカウンズ二千十十一三千百一点0 オーストラリアンデマグラフック・スタティスティックス・マール2013オーストラリアンビューロー・オブ・スタティスティックス2013年11月11日閲覧オーストラリア連邦政府、同州政府は、カナ表記ではビクトリア州の表記を主に用いている鈴木清オーストラリアの戸惑い二つの巨大貿易国の狭間で 静岡大学人文学部アジア研究センター、2020年12月17日閲覧。5、州政府の中国、一帯一路参加協定を破棄。AFP、2021年4月22日閲覧。ありがとうございます。